道筋をしっかり検討をし、年末をもとに状況を報告いただきたいと要請をいたします。我が国が世界で一番イノベーションに適した国を目指すためには、アカデミアは必要不可欠な存在であり、その達成のため政府もアカデミアも何ができるのか、お互いに知恵を絞ることが重要であると考えています。また日本学術会議が国の予算を投じる機関として、科学の観点から社会的課題について提言していくなど、本来発揮すべき役割をより適切に果たし、国民の皆様に理解される存在であり続ける必要があると考えています。今後梶田会長とも連携をして、学術会議の在り方について未来志向でしっかりと検討してまいります。先ほどの学術会議の話なんですけども、大臣おっしゃった、学術会議側で、年末まで行けます。で、大臣の側でも何らかの検討会を設けて未来志向の在り方を検討するという理解でよろしいですか。まずはですね、私の方から私の考え方、あるいは進め方、こういったことについて私の意見を述べた上で、学術会議の方に要請をいたしました。学術会議としてもやはり内部でしっかり検討をして、でその結果を、年末までに、私の方にも報告をしてもらいたいと。でそれにつきましては、もちろん私として丸投げするわけではなくて、随時いろいろ意見交換をしながら、私の方からもほどの形で年末までに結果を出していきたいと思っています。で学術会議側としては、具体的には幹事会の中にワーキンググループを作って、そして、その中でまずは進んでいくといったようなお話がありますので、それについては了解したということです。で私自身も今日、まず梶田会長とお話をしなければと思ってお話をしましたので、その上で、来週にもですね、ちょっと国会が始まるものですから、日程調整をしながら、来週にも今度は私の方で学術会議側の方に行って、いろいろ学術会議の活動を見させてもらったり、あるいは意見交換もさせてもらいたいと思っています。それとまた同じようにですね、河野大臣の行政改革の関係からの検討、それから自民党の PT とありますから、河野大臣や塩谷雑局とも来週早い段階でお話をしたいと思います。東京新聞の望月と申します。先ほど梶田会長からもお話聞いたんですが、今日は6人撤回のいわゆる理由とか、そしてその撤回を拒否してほしいというやり取り、これ井上大臣からは担当任命権者でないというお話だったということなんですが、この今日のお話をする前からその点については答えられないとか、私の担当大臣ではない等の趣旨は学術会議側には伝えていらっしゃったんでしょうか。でこの点が今一番争われているところなんですが、この大臣として6人の任命を拒否した問題、これを今後どう学術会議側と話し合って解決していくつもりなのか、担当大臣でないのであればそれは菅総裁に託すということなのか、窓口は誰になるのかお答えください。はい、梶田会長からはですね、総理に提出をされたその紙を私もいただきまして、で、これについてもよろしくお願いしますといったようなお話がありました。ただ私の方からは、これ任命に関しては総理大臣の任命ですから、やはり総理の方でお考えをいただくということであって、この具体的な話というよりも、やはり学術会議全体の在り方として未来志向で前向きに協力しながら考えていきましょうといったことでお答えをいたします。の方で考えてもらうということは、井上大臣ではなく、やはりその話は直接的には総理が判断して考えるべき問題だという認識でいいのか。それからもう一点ですね、9月28日99人の発令案が出されました。でこれ6人を今回排除するということについて大臣はいつお知りになったのか、この2つをお聞かせください。
自転車についてはそういう理解で結構です。で、講師に聞きましては9月の30日に文化財の方から報告がありました。9月30日。なるほど。そうすると6人の排除の時点では大臣は把握されていなかったという理解でよろしいですね。9月の30日に報告があったということです。と、事前に6人、この6人を105人の名簿からは外して99人で行きますという相談は、官房長官、総理や、杉田副長官からはなかったという理解でよろしいですね。ちょっとその官邸の動きについては私把握しておりませんので、私自身は9月の30日に事務方から報告を受けたという。その時の報告は6人を、任命せず199人で行くというお話で聞かれましたか。そうですね。その時になぜこの6人が、入ってないのかという趣旨のやり取りはありましたか。特にありません。特にない。そうすると大臣は6人が欠けているということを30日に知ったわけですが、その時に何かお感じになったり、これはまあ初めてのことですので今後問題になる等々の認識はございましたか。ただこれは何度も申し上げているように、総理の権能でありましたら、まあ、私としてはその報告を承ったということです。学術会議をかなり時間を消化してお話しされていたようなんですけども、どういった点が白熱した議論の中でということに改めて教えていただけますでしょうか。まあ、そうですね。そういう意味ではいろいろ論点もありますし、それから進め方についても意見交換をさせてもらいました。まあ、もともと先生の中身短かったじゃないですかね。ちょっと皆さんお待たせして申し訳なかったんですけれども、やはり緊密にコミュニケーションを取って、そして未来志向でお互いに協力してやっていくということですから、今後もしっかり時間を取ってやっていきたいと思います。まあ、6人の会議候補が任命するというものになければ、おそらく今回の話し合いが行われていなかったと思うんですけれども、この点について4人の方から何かお話しありましたでしょうか。意見の表明とか。先ほど申し上げた通り、その6人の任命の話に関しては、総理の方に提出されたその書類を私も改めていただきました。で、それについて、よろしくお願いしますということはありましたけれども、まあ、私の方からは、これはもう総理大臣の検討ですから、総理の方でお考えいただけると思いますということを申し上げました。今日は石田副会長、田村副会長、小林会長もいらっしゃったんですけれども、例えばそれぞれどういったお話があったのか、もし可能な配慮していただけますでしょうか。そうですね。ただ、まあ、やはり梶田会長が中心になってお話をされておられましたし、まあ、学術会議の役員の方ということで、そこは同じ思いなんだと思います。最後一つ、今日大臣の方から自分の考えも述べたということですけれども、例えばどういったお考え、あり方としてどういうふうになるべきかというお考え方を伝えられたんでしょうか。そうですね。やはり、まあ、学術会議の期待されている役割というのは非常に私は重要だと思っているんです。日本の学術の進行とか、あるいは、まあ、国際的な交流とか、それから国民に対する発信であるとか、そういった機能はぜひよく発揮していただきたいということ。ですから、まず現在その期待される役割が発揮されているのかいないのか、そしてどこに問題があって、どういうふうに働いていけばいいのか、この検証をしてもらいたいと思っています。で、その上で、では、組織としてどういうふうにあるべきなのかとか、あるいは、学術会議の、まあ、活動というか、運用面での改善とか、こういったこともできるでしょうし、そういう意味では、まあ、幅広く検討してもらいたいと思います。学術会議の件で経緯の確認をお願いしたいと思いますけれども、今日本日は会長の方からですね、年末メドレーの在り方について報告をしますというお話もあったと思うんですけれども、こういうふうになったのはですね、本日大臣の方から求めてそういう話になったのか、それとも
あの菅総理とお話をした際にそのお話が出ていたのか、まあ、どういう経緯でするか、会議の側が相方についてまとめてお話しますか。はい、あのこれは、まあ、まずは私の方で考えて、そして、まあ、総理にご相談をし、その上で今日会社会長に要請をしたということです。でやはり国民の関心が今の技術会議に向けて非常に高い、こういう時にスピード感を持って、まあ、一定のしっかり検討結果を出していかなければいけないと思っているところです。でまた他方であの河野大臣の検討、それから自民党の PT の検討も、まあ、年末をもってにということでやっておりますから、そういう意味では私のところでも一人一人を合わせて、やっていきたいというところです。年末という言葉があのよく聞かれるんですが、これあの過去の学術会議のあり方の検討のように有識者委員会を立ち上げたというのもなかなかあまり大変厳しいんじゃないかなというふうに感じます。これあのもちろんスピード感とあの大臣おっしゃったんですが、こう議論が鉄則になるんじゃないかというあの懸念もあると思うんですが、このあたりあの国民の関心が高いところですが、どう広く理解を得て、結論を出していこうとお考えでしょうか。あの確かにですね、両方あると思っているんです。でまあ、過去何度か有識者会議を立ち上げて学術会議の在り方を見直したこともあります。でその時もやはり数ヶ月から、まあ、1年2年かけて検討したこともありました。ですからそういった必要性というのも感じております。ただ他方で、まあ、スピード感を持ってやはり年内にということなので、まあ、まずはそこをネットにおいて、取り組んでみると、でその上で、まあ、さらなる検討が必要であれば、また来年以降何らかの形を考えたいとは思います。学術会議の話なんですけども、あの先ほどから、まあ、未来志向で学術会議 の, その機能を発揮するための、検討するで、あの学術会議の内部で話し合う場合は、まあ、学術会議の内部組織をどうするのか、で、行政の観点から河野さんが話し合うのか、議論するのは、例えばあのその学術会議の組織そのもので、PT、自民党の PT も、まあ、似たようなものだと思うんですけども、例えば、あの大勢のようにですね、アカデミーがあの例えば各省から審議依頼を受けるのを義務化するとか、そういう学術会議の外 の, あの機能を、行政体制をなんとかしないと、そもそも機能が発揮できないんじゃないかというのは、あの欧米と比べたらあるんですけども、そういう学術会議の外の行政体制とか、あのそういう大きな視点での検討というのは、どこで行われるんですか。それは私のところでやります。あのですから、幅広にですね、いろんな論点があると思っています。先ほど学術会議は内部であるので内部のことだけだとおっしゃいましたけれども、学術会議側にもですね、そうした外部との関係も含めて検討をしてもらいます。例えば行政との、行政の関与のあり方であるとか、あるいはその国民に対する情報発信とか、それはあの必ずしも内部で完結している話ではありませんのでやっていただきますし、それから河野大臣の行革についてもですね、あの予算や人員を検討するという時には、やはりその裏側にはどんな機能を発揮するかと、その機能を発揮するためにどれぐらいの予算や人員が必要かと、こういう議論だと思いますから、そういう意味ではあの協力をしながらですね、いろんな観点の課題について取り組んでいきたい。すみません、重ねて東京新聞ですが、まあ、今のと関連しますが、下村政調会長がそもそもその、諮問答申を、この10年受けてないと、でそれに対して広渡元学術会議会長が政府の側がそもそも諮問をしてこなかったと、でこれは単純に学術会議の在り方だけでなく、政府の側として諮問をしていく、積極的に日本学術会議の、お話を聞いていくという姿勢に欠けていたのではないかなと思うんですが、この今後積極的にですね、関係性も含めて政府の側から諮問を行っていくという、こういう考えはあるんでしょうか。まあ、そういったことも含めて検討していきたいと思います。はい、どうぞ。はい、重ねてすいません。それからですね、あの年間、私
先ほど文科省の学術会担当者が年間80本の政策提言を行っているということなんですね。ということで、まあ、この政策提言についてそもそも政府の側もいろんな意味でこの80本をそもそもしっかり受け止めているという点があるのか、ここもちょっとお聞きしたいんですけれども、どうでしょうか。私はやはり学術会議の皆さんが、まあ、ご努力いただいて提言をされているわけですから、しっかり我々の政府の側も受け止めなければいけないと思っておりまして、そのことによって、まあ、政策に、反映できる幅も広がっていくと思うんですね。でそういう意味では、例えば現状を、まあ、事務方にこう事務的に提出しているというふうに聞いておりますので、例えば担当大臣である私自身がしっかり受け取ってその趣旨を直接伺うとか、いろんなことが考えられると思いますので検討したいと思います。ありがとうございます。どうぞ。東京市の事です。それからですね、まあ、6人の任命拒否や撤回に関する話はあくまでも任命権者の総理だというお話なんですが、先ほどの、副会長の方から、まあ、今後この点についてもうちょっと学術会議しっかり議論を重ね、でそれを、大臣を窓口にその、まあ、学術会議としてこの6人についての問題をきっちり、まあ、提言していきたいということだったんですが、これ井上大臣、これ窓口になって6人の、問題についても総理にしっかり伝えていくということなのか、あくまでも、総理に直接的に、やってほしいということなのか、ここはどういうふうになっていくんでしょうか、今後。その副会長の発言については私伺ってないので、ちょっと趣旨は定かではありませんが、私の理解としてはですね、今回のこの具体的な個別の任命についてはこれは総理大臣の権能ですから総理の方でお考えをいただくということで、ただ他方で私は科学技術の学術会議の担当大臣ですから、制度的にこの任命とか推薦のあり方ということについてはやはり検証をしていくと、こういう役割分担などを取り上げます。そうするとあくまでもその6人拒否の窓口になるというわけではない、直接的にそれがある場合は首相官邸総理に直接的にやり取りしてほしいということでしょうか。これは総理大臣の権能だと言っています。重ねてですけれども、今回確か科学基本政策の見直しの中でいわゆる人文社会科学系の知識も取り入れていくというふうな見直しを行ったと思うんですね。でその流れの中で言えば今回拒否された6人というのは非常にその新たな基本政策を進めていく上でも重要な人材だったんではないんですだったと思うんですが、現時点でこの6人が欠けてしまった中でこの基本政策を進めていかなきゃならない、この状況について大臣としてどう思っていらっしゃるんでしょうか。今回の任命の件については総理の権能ですので、まあ、総理の方になっていただきたいと思います。時間が参りましたので、本日の会見これで終了とさせていただきます。すいません、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。